どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めよう。本日のテーマソングはドン、突っ張りハイスクールロックンロール。こちらの曲、横浜銀蠅さんの曲なんですけど、なんとこの曲今超話題の映画今日から俺はのですね、特別映像ということで、こうメンバー、その映画出演メンバーがこうダンスしたりバンド組んだりして、今日俺バンドが演奏しているということで今話題です。映画今日から俺はといえばやっぱ男の勲章だと思うんですよ。男の勲章やってみたい方ここにリンク貼っておきます。もうガズレレでね、もうものすごいナイスなレッスン動画アップロードしてますんで、はい、こっちもねぜひよろしくお願いします。突っ張りミュージック、これです。超ご機嫌なんで、ぜひウクレレでやってください。これね、今日も2バージョンやります。2バージョン。で、最初のバージョンは初心者の方でも、なるべく簡単にしている。超初心者向け簡単バージョン。コード3つだけ。超初心者入門コード3つですよ。やったー。そして、今回、ご注目は、かっこいいバージョンです。めちゃくちゃ、かっこよくしました。これはですね、ちょっと難しいけど、ウクレレってこんなことまでできるのすげーっていう感じで、ちょっとガズもね、ちょっと興奮気味ですんで、2バージョン、かっこいいバージョンまでぜひ最後までご覧になってください。さあ皆さん、大好きな曲どんどん聴くだけじゃなくてやりましょう。音楽ね、聴くのもね、最高ですけど、やる方がもっと最高なんですよ。でもね、私きっと無理よ、もう不器用なんだもんとかいう方多いと思うんですけど、安心してください。そのような皆さんがね、どん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 ウクレレ弾いて歌える弾き語りができるようなプログラムが、今ご覧になってるガズレレにはありましてですね、順番通りに見ていくだけでもう、ほんとすぐにできるようになります。YouTube ですので、ちょっとした隙間時間にスマホとかでもこう気軽に見られるでしょ。しかも無料。今この YouTube プログラムを使ってもう全世界中の方が何万人も送られ始めてます。皆さんもやろう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできますよ。じゃあ皆さん、行ってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているウクレレレッスン動画がすでに1300曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう毎日毎日こうやってね追加しているんで、どん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 増えていきます。これから音楽聴くからやるにどんどん変えていきましょう。それでは早速やっています。突っ張りハイスクールロックンロール、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。決めたら洋蘭背負ってビーズ&ド、hey! 突っ張りハイスクールロックンロール、突っ張りハイスクールロックンロール、ソリも入れたし弁当も持ったし、かわいいあの子はくるくるパーマに長めのスカート引きずって、hey! 突っ張りハイスクールロックンロール、ハイスクールロックンロール、送ってつないで駅まで幸せに、ワン・ツー・スリー、駅に着いたらトップイニーちゃんと何のくれ合い飛ばし合いなんだよ、突っ張りハイスクールロックンロール、突っ張りハイスクールロックンロール、タイマン貼りましょう赤テープ通しで、ハイスクールロックンロールガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってました。入門コード3つですよ。しかしながらこれ今聞くと本当にやんちゃな歌詞ですよね。なんかこれが若い世代にねまたこう受けてるっていうのはすごく面白いなと思って、なんかそんなイメージも込めて歌うとねまた楽しいと思います。はい、でこれ本当はねもうちょっとね、5番ぐらいまであるんですけど、今ガズレレオリジナルバージョンで3番までやって、最後繰り返しのところで、一番最後のサビを繰り返あの足したというガズレレオリジナルショートカットアレンジになってますんで、フルコーラスやりたい方、コード進行一緒ですので、歌詞を書いてね、フルコーラス、ご自身で楽譜書き出してください。そして今、シンプル簡単バージョン、YouTube 動画と一緒にできた方も、やっぱりね、YouTube で、ね、しばらく練習したら、今度紙に書いて、ご自身だけで演奏してみると、さらにね、楽しいと思いますよ。はい、やってみましょう。その時の参考になるように、いつもね、このガズ、これを見ながらガズは演奏してるんですけど、こんな感じに映して皆さんメモってください。参考にしてくださいねって言ってるんですけど、今これ、
ガズクラブというね、新サービスが始まっております。このガズクラブっていうのは、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この今見せてるこの最新楽譜を含めた、ガズが今まで取りためてきた膨大な曲のこのノートの楽譜がですね、皆様のお手元に毎月5曲、お選びいただいて、ダウンロードできるという、そういう画期的なサービスでございまして、ぜひ、ご活用くださいませ。はい。で、この曲も、だから、今日か明日か明後日ぐらい、近日中にはもうお手元に入りますよということです。あとね、このガズクラブでは、楽譜のダウンロードの他にも、ガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ。次はドン。8月18日の夜8時、平日の夜8時から盛り上がろう。しかも、サザンオールスターズ祭りをやる予定です。いや、もうこのガズクラブのメンバー500人超えてきましてですね、相当盛り上がってますんで、皆さんもぜひ混ざってください。そこで SNS とかが回ってて、いろんな質問に答えたり、いろんなね、もう発表できる場もいろいろあるんですよ。そこでいろんなこうテーマを持って皆さんね、クラブ活動を励んでます。皆さん待ってますよ。そこではまず、毎朝ね、ガズのラジオが聞けるっていうのは最近面白いことになってます。待ってます。はい。お時間ある方はこんな感じ、ガズの映すでメモっていてもらいたいんですけど、行ってきますとか書いてありますね。で、ここ見てください。いろいろ書いてある。これね、かっこいいバージョンでこれを解説していきますが、今こうさーっと映すだけで、もう超シンプルですから、もうとにかくシンプル。はい。そして、まあこれパッと 見ていただくのはいいと思うんですけど、テロップ一緒ですからね。ただしこっちのあの方はですね、ひらがなとかこう言葉の入るタイミングで点が打ってあったりとか、いろいろガズレレ独自のロジックがあるんで、これもね結構参考になると思います。これが1番、コード進行全く一緒で、これ2番というですね。で、これ3番で、トッポイ兄ちゃんとガンの飛ばし合いをしちゃったというやつですね。で、これが注目で、最後ここ繰り返しなんですけど、で、最後の繰り返しの時はここラストの歌詞、これに変わってるというふうには、そんなようなイメージでお願いいたします。はい。じゃあ出てくるコード解説。はい。これすごいよ。これ C と F と G7 なんですけど、ちょっと今日赤いなんか変な点がついてるでしょ。これちょっとね、今のところ無視しといて、今がこれ C と F と G7、この黒い点ので書いてあるところが、本来のところですからね。はい。C と F と G7 といえば、ガズレレの超絶入門コードの、まず、初心者レッスン第1で出てくるコードですから。これはできると思います。ゆっくりね、やればできる。ただしこれロックンロールだからね、ちょっとテンションが上がって早くなっちゃうんでね、その辺のコントロールはしてほしいんですけど、コードはもう本当に超絶入門コードでできますよ。まさに3コード。ロックンロールって言ったら3コードなんですよね。もうかっこいいもん、曲も。はい。まずはこれでやってみましょう。でも今日はですね、ちょっと一応お勉強ということで、こちらをご紹介させてください。ガズレレ必須コード。これはですね、何かというと、ウクレレを始めた人が一番最初に覚えてもらいたいコードのグループ、いつも言ってるんですけど、10個のコードがあります。このうちの今日3つ入ってるんですけど、10個もあるかの、覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないですけど、簡単なんですよ。これも1個のコードだし、これも1個だし、1個だし。なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっと混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説しております。ここにリンク貼っておきます。このコードを覚えておいたらですね、世の中の曲、結構本当に8割9割くらいできちゃうぞという、ウクレレにとっても本当に助かるコードのグループなんでね、まず最優先で覚えてもらうのをおすすめします。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube で上がってる1300曲以上の動画はほぼこれが中心になってて、8割9割このコードで構成されてますんで、覚えてください。さあ、じゃあこっからですね、かっこいいバージョンに入っていくんですけど、今日のかっこいいバージョンは結構来てますよ。今日のかっこいいバージョンです。まずね、リズムがキーポイントになります。今日のリズム、ドン、ロカビリービート。はい、このロカビリービートなんですけど、まあ、いわゆるイメージですね。フィフティーズっぽいっていうか、オールディーズっぽいっていうか、リーゼントにこうね、なんかこうかっこいいアメシャーみたいな、そんなイメージです。そういうのが醸し出される、ビート、弾き方ということで、ガズが紹介してるんですけど、ね、なかなかこれ登場機会がないんで、もうめちゃくちゃ嬉しいです。これはね、ちょっと聞いててください。こんな感じになるんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ロールみたいな、これがやりたい。これね、まず右手はですね、ちょっと今見てて分かった？ずっとダウンアップの繰り返し、基本はね、アクセントがトゥトゥタトゥトゥトゥタトゥトゥトゥタ、このトゥトゥ341234、つまりこれね、疾走ビートっていうリズムがあるんですけど、疾走ビートの右手なんですけど、問題は左手ですね。それがさっき出てきたここのコードの、まずこれ C 見て、C、この赤いところを押したり離したりする。ここ見てください。トトタトトトタトって今言ったんですけど、トトの時は黒だけ。タトの時に赤いところを足すんです。この表が分かりやすい。はい。C だったらここね、トトタトトトタトってことです。F だったらこの Dm のところ、
トトタトトトタトという感じ。G7 だと、ここね、いろんな場所があるんですけど、今回はこの2弦の3フレットにしてみようかなと。トゥトゥタトゥトゥトゥタトゥっていうこと。この赤いところから3拍目で押すということなんですよ。はい。ちょっとじゃあ C やってみましょうか。C でやると、ここを押さえてるでしょ。で、トゥトゥタ、ここですね。3弦の2フレット。こんな感じ。トゥトゥタトゥトゥトゥ。F だと F はこことここ押さえるでしょ。こことここ押さえた時のこの部分だね。だから D マイナーのところですね。つまり D マイナーになったら FF D マイナー F FF D マイナー F ってやると分かりやすいかも。かっこいいでしょ。 C と F だけでももうあのご飯食べられますよ。はい。で G7 は今回の場合はこういう風に三角形を押さえてここにします。2弦の3フレット、はい、こんな感じでこの曲いってみようと思います。一応紹介しておきましょう。今日はロカビリービートですけど、基本になるのは疾走ビートというビートがあって、この2つのね例のリズム練習するとこの弾き方できるようになると思います。以前詳しく解説している、ウクレレのリズムのレッスン動画、ここ注目ください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からロカビリービートと疾走ビートちょっとお勉強してみると、それ特化したレッスン動画になってますからね。そうするとこのリズムのこうかっこよさがわかるんじゃないか。そこで紹介してる G7 のところとちょっと場所違うかも。その時はね、これ1弦の3フレットって言ってたかも。こっちの方が簡単だったら G7 押さえて、ここでもいいですよ、赤い点が。G7 サスポート言われてるとこでもかっこいいと思う。今回は、はい、こうやってみますということです。そうするとどうなるかっていうと、ちょっとサビやってみましょうか。ツッパリハイスクールロケンロール、ツッパリハイスクールロケンロール、ソリも入れたし、弁当、こんな感じです。すげえロックンロールじゃない、このもうドゥグデケデケ、こういうやつです。これがねかっこいいんですよ。それもうほんとこの曲にまさにこの曲のためのリズムみたいなところありますからね。はい、これで、かっこよく決めてみましょう。そして特徴的なのがこれ、皆さんねもう分かってると思うけど、ここですよね。今日も元気に巨漢を決めたら洋乱背負ってビテント、ここビシッと止めたいです。1番はダッダッなんだけど、これカウントもない方がいいかもしれない。今日も元気にとかを決めたらヨーランス、これ僕左手でこうやって止めてるんですけど、右手でもまあいいと思います。右手でとにかく音をパッダーってこう止めていく。はい、これ1番ではこれをやります。はい、こっちはいいと思うんですけど、問題は2番と3番のこのパートなんですけど、じゃんカッティング、これできる人はこれやるとかっこいいです。つまりどういうことかというとこういう感じ。かわいいあの子はくるくるパーマに長めのスカート、ダッカカッカカッ、このカカッカカッって音出てないですよ。どこでもいいのを押さえるとか、ただ弦どっかの弦を触れて音をカシャッと止めているの、この音ほらどこでもいいでしょ、触って止めて、こういうのをカッティングというふうに、言っておるんですけど、ここでやるとかわいい、あ右手は8ビートでね、あそうか、だから8ビートの要素もあるんだな。これ A メロのところはかわいいあのことかなな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 、これやりたい、これかっこいいでしょ。これカッティングという技がちょっと必要になりますので、やってみたいなということは、さっきのリズムいろんなところでカッティングのちょっと練習方法載ってるんで、ちょっと戻ってもらって、やってみてください。あ、ここもですね、ちょっと難しかったら止めちゃった方がいいかもね。かわいいあの子はくるくるパーマに長めのせ、あ、1番と同じ感じでやっても全然 OK かなと思います。で、カッティングでできるとさらにやっぱりグルーブっていうかノリがね、やっぱり止まらないんで。この辺がかっこいいからです。これ結構こうパシッとこう止まったりするところがこれね、このロカビリービートのシャキシャキ感を際立たせるかなという感じなんです。そして今日はね、フレーズがですね、2つのフレーズを入れてきます。ここからちょっと難易度が高くなります。どんな感じか、ちょっとまずフレーズ1、ちょっとデモ演奏してみます。まずイントロで出てきますね。1、2、3、4。行ってきます。次です。って感じでしょ。この C のところでフレーズが入るんですけど、見てください。やっぱこう表だタブ譜を出します。タブ譜の読み方わからない方、ここにリンク貼っておきましょう。タブ譜ね。まず C だからここは変わらない。1弦の3番目、その次1フレット、その次は何も押さえない、要は0フレット、次、
2弦の4フレットを押さえてます。331100G7 に行く。G7。331100、2弦の44。つたたたたた。これでこうベースラインをちょっと表現しました。ちょっともう一回やってみると。F 行って。最後 G7 は、つたたたたたたたみたいなイメージで、チャを最初に入れる。タタパパパパパ。はい。超ゆっくりやってみましょう。イントロからせーの。タタタタは G7 ね。331100、44。タタタ。はい。このフレーズ、これフレーズ1なんですけど、なんとこのフレーズを応用させてですね、一番最後の最後のエンディングでこれを持ってこようと思います。ちょっとこれかっこいいんです。やってみましょう。またまた遅刻で今日もやりだし。感じかっこよくない？ダン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  G7 C なんだけど、エンディングでは C よりこの1弦の5フレット、これ C アドナインスというコードになると思う。上のアドナインスなんです。これを渋く終わりたい。すごいかっこいいなと思ってちょっとひらめいちゃったんです。これね、以前ガズモで紹介したことがかっこいいエンディング特集っていう動画があるんですが、そこでも紹介してますけど、これかっこいいでしょ。たちまち遅刻で今日も呼び出し、これも同じです。331002弦の4G7 で1弦の5フレット C。 こんな風にエンディングフレーズ1を、イントロとエンディングで応用を聞かせて使いましたということです。はい。そしてもう一個フレーズが、こっちがまたね結構ねうわーってなるやつです。ちょっとこれ聞いててくださいね。あのサビですね。ツッパリハイスクロールロケンロール、ツッパリハイスクロールロケンロール、それも入れたし分と今これが面白い。まあまたタブー出しますけど、まずね、2弦と1弦なんです。2弦と1弦の2フレットと3フレットをジュルン、こうスライドプレイって言いますね。スライド奏法でジュレデドゥレデデドゥレデってやります。ドゥレデデドゥレデデドゥレデ、こんなイメージで、ガズは今人差し指を使ってますけど、この指でもいいですよ。これはね、押し込んであげる感じ。ジョンジョンってここを軸にして、グンと。だから、クラシックフォームの人はちょっとしんどいかもしれないんで、これはロックの弾き方なんでね。だからクラシックフォームでもできるか。はい。あ、人差し指もできるか。はい。これはどっちでも大事。握っててもできるし、クラシックでもできますね。とにかく、2フレットから3フレットにビューンって動かす。ビューン、どっちでもいい。デルデンデン、デルデンデン、デルデンデンっていう風なイメージ。ロックンロールっぽくない？これね、結構このテンポ早いんで、本当にちょっともう一回やると、それも入れたし、弁当も持ったし、難しいね。それも入れたし、弁当も持ったし、最後、ここも、ツタタタタタ、G7 でツタタタ、さっきのイントロで出てきたツタタタと一緒。これですね。ソリも入れたし、ベンタも入れたし。はい。はぁ、すごい。ロックンロール。かっこいい。もうね、僕もやっぱロックが大好きなんで、血が騒ぎます。はい、このようなフレーズを織り交ぜて、このね、かっこいいバージョンも結構もうね、いいですよ。これ難しいけど、いやぁ、これはね、なかなか、今やるとき、これ楽しいんですよ。はい。あとやっぱ映画のイメージもね、皆さん、横浜銀杯がもう好きな方はもうやっぱそのイメージだし、今日から俺はの世界観が大好きで、やっぱそれぞれのイメージに投影して、やんちゃっぷりを発揮しましょう。はい。それではやってみようと思います。ツッパリハイスクールロックンロールガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、1、2、3、4。行ってきまーす。元気に五感を決めたらよらんせよってリズムと、Hey! ツッパリハイスクールロケンロール、ツッパリハイスクールロケンロール、それも入れたし弁当も持ったし、可愛いあの子は来る
rock and roll to the body high school rock and roll お手手つないで駅まで幸せ駅に着いたらトップちゃんとガンのくれ合い飛ばし合いなんだよ To the body high school rock and roll To the body high school rock and roll タイマン張りましょう赤鉄通しで To the body high school rock and roll To the body high school rock and roll またまた地獄で今日も呼び出しガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。テンション上がる。すごいロックンロールだ。ロカビリービートも聞いて元気になっちゃいますね。もうやんちゃなんだけど、なんか青春みたいな感じになるからパワフルな曲だと思います。皆さん、これね、やっぱキッズも今、キッズにね、今日から俺はって大人気だって言うんで、キッズの前でやったらめっちゃ盛り上がるかもしれません。これ男の勲章と2曲セットで覚えちゃうの。おすすめです。さあ皆さん、この楽しさ皆さん、周りの方にぜひシェアしてください。音楽ってやると楽しいよ。ウクレレ簡単だよ。ガズレレ見てたらね、すぐできるよ、みたいな感じが。ああ、いいです。このガズレレ YouTube チャンネル、ぜひご活用くださいね。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてさっきもちょっとお伝えしたんですけど、このガズクラブなんですけど、今も500名超えるメンバーの方と盛り上がってるんですけど、次回8月18日の20時から、まあ、決まっております。まあガズクラブ本当面白いんでですね、もうその中でいろんなステージがあるんですよ。演奏動画アップロードできるところに何箇所もあってですね、それよりテーマが決まってるっていうね。はい。面白い活動してますんで、ご注目ください。続いてお知らせとしては、このガズのわがままウクレレ、ちょっと前に募集した分は、ありがとうございます。完売に なってしまいました。ちょっと検討しているうちになくなっちゃったって方いらっしゃると思うんですけど、毎月1回程度、なるべくこの、出せると思うんですけど、今ベトナムとまたやり取りして、どんどんそうやって、皆さんにもこう、手に取っていただけるように、邁進しておりますので、よろしくお願いします。今ご購入していただいて、お待ちになってくださっている皆様、お待たせしておりますが、進めておりますので、ご安心くださいませ。よろしくお願いします。あとはもうどんどんお知らせをしますけど、これ、ガズレシピ。これ、ガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ。スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて、今100曲ぐらいのね、多分、曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね。これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットに、ぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍。これがもう大ヒット中でございます。皆さんもお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と、あとこれ初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、通ったら9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださってどうもありがとうございます。どんどんこういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ。これマイハニーがハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがリュックサック。これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持っています。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちも譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これ、ウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くて、しっかりしてますんでね。ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレのところだな。まあ、ここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい。そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ、立ち上がってますんで、まあ、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけでこのちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。